はい、どうもこんばんは。今日は、まあ、とあるバンドの曲を、ついさっき聞いたんで、その感想を言うだけの動画になります。で、そのバンドっていうのは、まあ、普段なら、まあ、少し調べたりここに出して、皆さんに紹介すると思うんですけど、まあ、これを使いました。まあ、前回の動画をご覧になられている方は分かると思うんですけど、リシャスって言いますね。まあ、90年代に、まあ、発売されてた、まあ、ビジュアル系が載ってる雑誌になります。で、この雑誌について皆さんどれぐらいご存知ですか？そもそもこれっていつから発売されてたかわかります？調べたところ、1993年から、2001年らしいですよ。2001年まで、発行されてた、この雑誌らしいです。で、感想ですよね。まあ、どのバンドかと言いますと、まあ、これ前回ですね。これ、どこいました？いましたね、こいつ。こいつら。何でしたっけ？これ、アグナスデイ。はい、アグナスデイ。これですね。このバンド。ね、ありがとうございますね。YouTube と、あと Twitter でも、まあ、教えてくれた方、何人かいらっしゃったと思うんで、まあ、無事にというか、聞くことができました。あ、感想ですか？また後ほど言います。で、まあ、それ以外に、これもですね、これも教えてくれた方いたと思うんですけど、どこ行った？あ、いましたでした。こいつ、こいつ。ルーサー。何者かよくわかんないですけど、このルーサー教えてくれた方いる、ね、いらっしゃると思うんですけど、これも、YouTube チャンネルに、YouTube チャンネルないです。YouTube に、1曲だけありました。あの、ヘブンっていう曲があったんで、聞いてみたんですけど、はい、みたいな感じですね。まあ、良くも悪くも、まあ、僕は好みではないですよ。好みじゃないんですけど、まあ、聞けなくはないみたいなね、そんな感じです。で、この方が有名なのかどうかも僕はわかんないんですけど、まあ、ここにちょっと書かれてるのが、八百屋とか書かれてますよ。なんか知り合いなんですかね。最初は八百屋の二人から作詞の依頼が来たんですけど、ああいう曲調だから、詞を書く上で悩んじゃってみたいなね。知り合いだったらもうね、そもそも何者かもわかんないんですけど、まあ、コメント欄に紹介してくださいってね、書いていただければ、まあ、検討してみようと思います。で、まあ、早速行きたいんですけど、その前に、今日はコメントではなく、皆さんカラオケの鉄人の、まあ、ランキング、まだまだあるんですよ。まだまだありまして、僕も、まあ、紹介するバンドどうしようかなというか、まあ、決めたりもしてるんですけど、あのランキングって、あの、適当というか、まあ、ビジュアル系ではないバンドも、出てきました。まあ、例えば、これ468位なんですけど、SUS4 って、ここに SUS4 っていう、これ、バンド名なんですよ。で、これ、曲ですね。プリン参加っていう曲なんですけど、これ僕調べてみたんですよ。で、出てきた写真がこちらです。これ VK じゃないじゃないですか。で、この時点で僕は曲も聴いてないですし、調べてもないです。ただ、このバンド、これバンドなんですけど、愛知県出身で2014年からに結成された4人組のバンドらしい、ロックバンドらしいですよ。で、この SUS4 っていうのはサス4らしいです。省略してサス4。で、サスペンデッドホースっていうロックバンドらしいです。まあ気になる方は、まあ僕は曲すらも、まあ、聞いてないんで、まあ調べて、聞いてみてください。はい、ということで、感想ですよね。まあ、感想を言うだけって面白くないわけじゃないですか。でも、僕、これ、驚いたというか、昨日の動画300回も視聴回数ついてないと思うんですけど、その中で、まあ、数人の方がね、まあ、今でも持たれてるかわかんないんですけど、まあ、当時のビデオとね、このミニアルバム持ってますみたいなね、コメントがあったんで、ね、これ、僕、ね、まず、あの、何も言わないで、あの、映像あります。こちらどうぞ。はい、ということで、この時点でやばくないですか？まあ、これ A メロだけなんですけど、まあ、これ自主制作ってね、僕は思いました。で、続きというか、サビもあります。どうぞ。
はい、ということで、今のサビですよ。ここ間違いなくサビだと思うんですよ。僕我慢して2、3回は聞いてみたんですよ。で、本当にこれエナメルレコードから、まあ、発売されてたのかどうなのかってね、ちょっと疑わしいと思うんですけど、まだ1曲だけじゃないですか。まあ1曲だけなんで、もしかすると、まあ他にいい曲、まあ名曲があるのかもしれないんで、まだありますよ。こちらをどうぞ。はい、ってことなんですけど、まあ、皆さんは、どう思われてるかわかんないんですけど、まあ、最初のうちは笑えるんですよ。笑えるんですけど、僕のように何回か聞くと、まあ、徐々にイライラしてきます。まあ、お前らいい加減2500円返せよってね、まあ、感情が変わってくると思います。で、申し訳ないんですけど、ラスト1曲、あと1曲だけ聴いてほしいんですよ。で、その曲はおすすめです。それなぜかと言いますと、あの、ジャンヌ・ダルクの、まあ、曲のタイトルと同じなんですよ。エデンですよ。まあ、エデンっていうことはなんか期待できそうじゃないですか。で、この曲を一度でいいです。まあ、一回聴いていただくと、なんか覚えやすいというかね、まあ、自然に口ずさんでしまうような、メロディーになっていると思うんで、聴いてください。はい、ってことなんですけど、まあ皆さんどうでした？まあジャンヌ・ダルクのエデンか、アグネス・デイのエデンかにね、分かれると思うんですけど、まあこのチャンネルをご覧になっている方は、たまには、アグネス・デイの、まあ、エデンの方も、聞いてあげてください。で、多分メルカリの方でまだ売れ残ってると思います。まあ CD が、400円で、まあ、出品されてたんで、まあ気になる方は購入してみてください。はい、ということで、今日の動画終わろうと思ったところ、ついさっき、コメントが届きました。で、ここには出さないんで読みます。すごいな、VK タヌキ掲示板に書かれてるような内容を、そのままチャンネルにしたような感じってことで、コメントどうもありがとうございます。VK タヌキ掲示板、そんなのはあるんですか？僕その存在知らないですし、たとえ知ってたとしても見に行くことはないです。まあその理由っていうのはめんどくせえっていうことなんですよね。エンターテインメントってこういうことなんですよ。だってあなたもルナシーの動画で、なんか書いてるじゃないですか。書き込みありましたよね。ですよね。僕返信したんですけど、で、これ、昨日の動画ですよね。昨日の動画のコメント欄に書いてきてくれた。どうもありがとうございます。どういうことがわかりますか？人って、まあコメント、なんかの動画にコメント残すわけじゃないですか。残して、もうすぐ返信で、僕もすぐ返信できない場合もあるんで、でも、できるだけ返信はしようと思ってます。で、返信まだかなみたいな、こいつなんで書いてくるんだみたいなね。あの、ルナシーの動画には、もう少しずつ返信してるんですよ。もう煽ったりしてるんですよ。そうすると、来るんですよね。また書き込んでくるんですよね。要は何度も言ってますけど、 YouTube の動画の評価につながるんですよ。高評価、低評価、コメントの数って評価につながるんで、多ければ多いほど、まあ、おすすめや関連に乗るっていうことなんですよね。だから僕はコメント返したり低評価でもいいんですよ。何か、お前知ってますっていうのでもいいんで、コメントがあれば、コメントない動画よりはね、YouTube の運営側で載せてくれるんですよね。それだけです。その証拠にあなたも、ね、このルナシーの動画から、昨日の動画にコメント書いてきてくれたっていうね、そういうことなんですよね。なんか気になるじゃないですか。自分がコメントして、まあ、返す人ってまずいないわけじゃないですか。まあ、僕、そういうところ自分で言いますけど、真面目なんで。他の配信者って、あ、コメント皆さんの読んでます、ありがとう、みたいなね、言ってる人と思うんですけど、あんな嘘だぜ。見てないからな。見てないし、まず返すやつってほとんどいないんですよね。わかりますか？あなたたちは騙されてる。だから僕は YouTube、ルナシーだけじゃなく、その配信者っていう YouTuber 嫌いなんですよね。クズゴミだと。
たとえ登録者数が1億人いてもね、何でしたっけ、ハローワーク行ってさ、俺1億人の YouTuber だぜって言っても、 あんた仕事ないよみたいな、誰みたいなね、さようならみたいなね、追い返されるっていうね。だってそうじゃないですか、こんなんさ自己満の世界でよくないですかって僕は思います。はい、ということで、せっかく、最後の方は、ルナシーのね、コメント欄に、書いてきてくれたっていうことでね、ルナシーお好きですか、じゃあルナシーを、聞いていただこうと思います。ただしなんですけど、演奏かっこいいですよ、演奏かっこいいんですけど、ボーカルが喉の調子というか、鬼殺しでやられてます。喉鬼殺しっていう、あの常温のね、あのストローをぶっ刺して飲むやつ、あれを飲んでるんですよ。で、喉ちょっとというか、だいぶやられる、みたいなね、なんか痰を吐き出しそうなね、死にかけのジジイみたいなね、あんな感じです。なんですけど、ルナシーの、まあ、インディーズの頃からの、代表曲です。皆さん今日はどうもありがとうございました。どうぞ。Oh, oh, 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 oh